きたいと思います。はい、決めたくない、決められない。他のね、各 DD がこう試合をしてるんですけど、皆さんまず上手いんです。そんな中で、まあね、決めなきゃいけない、決めなきゃいけないはい、そこです。最終的に多分ないって決めなきゃいけないけど、実際何も関係ないっていうのはもう分かった上で見てください、はい、見てください。バイバイジェットジェットの表現力、パフォーマンス力、スキル、見せ方、全部全て揃っちゃった感じですよね。いや、そうですね。その世界でトップを走り続けている人なので、最高に上手いし、かっこいいし、素敵だなって感じです。イエーイ、日本の宝、日本の宝って。あー、大人の色気って感じ。あうん、努力家なんで、すごい努力してるところを見てきたし、そこで自分も頑張ろうと思って思いしてきたので。素敵だね。そうですね。いい話ですよ。いい物からは足さばきのもんね。やばい、無次元だよ。マジで、あの人の足は人間の足って言いません。メンバーとは昨シーズン1年一緒にやらせてもらって、まあ、そのメンバーから選んでいただけたのは本当に嬉しいです。ありがとうございます。喜びの舞。これからもナッツァーズとコースをいただくリリーのね、よろしくお願いします。ありがとうございました。かっこいいが強いじゃないですか。文化をこう理解した上で、なんかそこをすごい大事にしたスタイル、魅力的なダンスだなって思います。一緒に1年間踊ってるって多分分かるんですけど、あの身長なのに私たちに合わせて踊ったりする、今入ってるチームでも多分同じだと思うんですけど、やっぱそこはすごいなって見てて思います。第5位はコーセイエトロックスニューティーでした。ありがとうございます。セフテニーラプチャーズのみんなは知り合いが多くて、もちろんミュウもそうだし、リリちゃんもそうだし、アキちゃんとかも一緒に舞台出たことあるし、アユナも本当に昔から一緒にバトルとかコンテストとか出てた、一緒に仲間だったので、そういう人たちから言ってもらえるのはすごく嬉しいです。また一緒に踊ってくれたら嬉しいです。踊り続けてきた、これからもそうしよう。 High から存在しても can't forget the love, I can't forget the love, yeah. みんな違うファイン、ストーンは同じゲーム、誰もが見てるこのシーンをチームで run it up、 限界も超えて増やすチェーン。順平選ばれました。順平の足は本当に半端ない。半端ない。エフェクトかかってんじゃないかな。習ってるクラスが一緒だったりとか、結構昔からお世話になってた人なので、マイスオッケー。ヒップホップとかハウスとか全部踊れるから、確かにザ・フリースタイラーみたいな。ちなみに何て言ったっけ、ザ・なんとか。フリースタイラー。あー、フリースタイラー。第4位は順平でした。アイドルアルトリズムさんからかりんさんです。かりんさんで
ダンスうまいし、いつも刺激もらってます。何よりも超いい子たちだから、もういつも元気もらってます。これからも仲良くしてね。Nothing's weighing me down the ground, no, no. カリーと選ばれました。イエーイ。かっこいい、美しい、素敵、綺麗。カリンさんスタイルっていうのがもうどっしりとありますよね。もう誰も真似できないあのオーラと、もう好き。好きな言い方がお姉さんに似てますね。え、ちょっとなんか喋り方似てるって言われるんで今から変えます。体感がめっちゃ強くて、なんかこっからブンブンブンとか、あと手のこのなんか力加減とかシルエットとかが唯一無二なんですよね。ザ・カリンさんのスタイルっていうのが好きや。第3位はカリンさんでした。いや、どうせだったら1位選んでくれてもよかったとよ、本当に。バトルとかで会うメンバーが多いのがラプチャーズの皆さんで、あの僕も普段結構みんなのムーブだったりとか見てて、すごいなっていう人から2位っていう順位をもらえて素直に嬉しいです。はい、それ以外はない、もうない。1位になれるようにね、もっと自分もスキルアップしてこれからも頑張ります。ありがとうございます。リーダー、いやー、嬉しい、一位でよかったー。テイク選ばれました。日本の宝から、ありがとう、待ってきてくれて。ありがとうございます。ちっちゃい頃にやっぱバトルで一緒になった時のなんかすっごくて、もうやばいです。バトルとか見てる側で期待というか、あ、どんなヤバいムーブをかわすんだろうっていう、サーカスっていう感覚じゃないけど、サーカスかましてくれるのはやっぱヤバいなっていう感覚で拝見させていただいてます。ルビーって感じの人かもしれないです。下手な人って女はルビーかな、ちょっとあるんですか。確かに。いないいない、女はルビー。第2位は個性ドロップさんから一星君でした。1位に選んでいただいてありがとうございます。知ってるメンバーも多いチームなので、めっちゃ嬉しい気持ちにめっちゃなりました。セプテニーラプチャーズ と、サイバーエージェント、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。コーヒーデリシャステージ踊りたいなと思って頑張ってきたので、もうその人と今一緒のステージで踊れていることが本当に嬉しいですし、こんなに気さくに話しかけてくれるのっていう感じで、隣にいたらすぐ話しかけてくれたり、周りすごい見てる、すごい見てるし、経験がすごい豊富な方が話しててすごい楽しいし嬉しいし、もっとなんか話してみたいっていうのがあるので、話しやすいでしょ、たわいもない会話ですけど、今日どうだったとか。
名前なのにさ、めちゃくちゃいい人だよ。なんであの名前になったのか知ってる人いる？知らない。教えてー。名前の由来なんですけど、師匠の方がいて、まあ、小学校4年生の時にちょっとダンスバトル出るんですけどって言ったら、じゃあお前は地獄で行こうってこうなって、あれからもう地獄歴は約15年になっております。はい、1位はエジットから地獄くんでした。ダンスマイランキング終了しました。どうでしたか？いやもう決まらないですよね。ランキングっていうものは続いてるもののマジで関係ないと思う、うん、全員が世界レベルって思ってください。ダンスを上手くなる秘訣というか、やっていく秘訣は楽しむ、情熱を持つ、未来を見る、自分を知る、諦めない、自分らしさを全開に出す、貪欲に、超楽しく、ダンスを愛す。わー、噂あくびするバーレン出身アングラ足元エアフォースまた履けトゥーデイ。